昔から何度も繰り返して見る夢がある。その夢の中では、俺は不思議な格好をしてて、武器を携えてモンスターを倒していく。まるでゲームの主人公みたいに。そして魔王の城に囚われていたお姫様を救い出す。すると彼女は決まって俺にこう言うんだ。ありがとう、タキオ。あなたは私の勇者様です。ここはどこだ？俺、どうしてこんなところに？あれ？カイト？奥に、行こう。ここはどこなんだろう。オンラインゲームザワールドのエリアみたいに見えるぞ。この人は勇者カイト。ザワールドファンにとって伝説的存在だ。10年以上も前に引退したって噂だったけど、あれ、俺、なんでカイトと一緒に冒険してるんだ？そうか、これは夢だな。俺、夢の中でゲームをしてるんだ。これから戦いの基本を教えるよ。さあ、行こう。
ここがエリアの一番奥みたいだぞ。あれ？カイト？どうしたの？もう限界みたいだ。これ以上君の意識と同調し続けることはできない。ここからは君がやるんだ。僕の仲間たち、黄昏の騎士団の力を借りて。君が勇者になるんだ。カイト？よく似た女の子が転校してきて、
ーリ・サイカです。よろしく。かわいい。おい、時を邪魔だって。見えねえだろ。そっくりだ、夢の中のあの子に。昼休み、俺は彼女に呼び出されて屋上に行ったんだ。サイカちゃん、俺に言おうって。ずっと見てたの、あなたのこと。あなたは私の勇者様。さあ、ディスクを。なんだ。うわん？あれ？ここ？ザ・ワンド・リビジョン X の幕穴じゃないか！何が起こったのか、わからなかった。俺は憧れのオンラインゲーム、ザ・ワールド・リビジョン X のタウンに立っていた。でも、そこは、石像だけが並ぶ廃墟だったんだ。これは、ん？やれやれ、他にもまだいたのか。めんどくさいな。拳銃を持った黒ずくめの男、フリューゲル。そいつに撃たれそうになったところを助けてくれたのはザ・ワールドの英雄、勇者カイトだったんだ。やっぱり強いね、黄昏の騎士団リーダー、蒼炎のカイト。まともにやっちゃ少し分が悪いか。魔装ナハトマート、ガード不能の爆弾だ。破壊力はでかいが、飛ぶ速度がいまいち呪いのが欠点でね。そっち投げるけど、お前さんならかわせるよ。 100% 余裕でかわせる。後ろのやつはどうか知らないけどね。
チェックメイト。カイト！ジュジュー・ブリーダーレス、時間を食らう石化のマダンを味わいな。次はお前さんってわけ。どこから潜り込んできたんだか。ま、悪く思うなよ。お仕事なんでね。邪魔者は即排除する。気化しない。ブリーラーレステルが効かない。君は一体。なぜかはわからないけど。君には不思議な力があるようだ。こうして出会えたのは何かの運命かもしれない。君に頼みがある。アカシャ版に行ってほしい。そして僕の仲間たちを、ザ・ワールドを救ってくれ。勇者になるんだ。カイト！俺をかばったせいでカイトは石像にされてしまった。でもカイトは俺を逃がすために最後の手段を使ったんだ。こいつ、最後の力でデータドレインを暴走させるつもりか。まずい、巻き込まれる。黄昏の騎士団の力を借りて、君が勇者になるんだ。
うお、なんだこいつ。ようやく目が覚めたオパね。オイラの名はトキランディ。お前の命の恩人オパよ。感謝するオパ。俺、ずっと寝てた。さっきのは、夢？ん？ここは、どこだ？ここはデータ先行艦、グランホエール。なんだ？何これ、どうなってんの？落ち着くオパよ。そろそろサイカがアクセスしてくる時間オパ。え？ホールビジョンの調整が難しいわね。まあいいわ、そのうち慣れるでしょう。それはそれとして、時を、このバカ。バカ。せっかく私が苦労してここまでこぎつけたっていうのに、勝手にフラフラしてんじゃないわよ、このバカったれ。誰？改めて自己紹介するわ。私は天城サイカ。言っとくけど、今からあんたは私のしもべよ。すると、やっぱり俺はゲームのザ・ワールド・リビジョン X の中に入ってるんだ。ってこと？勇者トキオ、これから大冒険が始まるんだ。本当にこれすっごい嬉しい。うお、テンション上がってきた。うるさい。ビリッときた。何今の？その PC ボディにはいろいろ仕掛けがあるのよ。いい？あんたの使命は、アカシャ版の運行を正常に戻すこと。そのためにアカシャ版の頂上を目指すのよ。アカシャ版、そういえばカイトも言ってた。アカシャ版は幕あのにそびえる巨大な塔。表向きは CC 社がゲーム内に建設した管理システムの制御施設ってことになってる。 CC 社はわかる？サイバーコネクト社、ザワールドを運営している会社よ。それは知ってるけど、表向きってどういうこと？うん、そうね、現物を見るのが早いわね。これから幕あのに行くわよ。行きなさい。
まずは中央広場に行きなさい。ここはフリューゲルってやつに襲われた場所か。それにしてもこの石像は一体。黄昏の騎士団よ。 CC 社の意に背き時間を止められた勇者たちの慣れの果て。死になったのはやっぱり夢じゃなかったんだ。CC 社はアカシャ版を使って何かを企んでる。その影響でマクアヌは歪み廃墟と化したの。それを隠蔽するために CC 社はこのタウンをネットワークから切り離し、自分たちの邪魔をしようとする黄昏の騎士団たちを石像にして封印したのよ。彼らを救うことはザワールドに入り込んだあんたにしかできない。あんただけがアカシャ版の運行を正常に戻し、カイトたちの封印を解くことができるの。中央広場に連れてきたのはこの石像たちを見ておいてほしかったから。さあ、アカシャ版に行くわよ。まだよくわからないところもあるけど、とりあえずサイカちゃんの言う通りにするか。アカシャ版に行こう。これがアカシャ版。でけえ。てっぺんがかすんでるぞ。メインシステムに改変された形跡があるわ。間違いなくシックザールの仕業ね。シックザール？ CC 社に雇われた連中よ。金のためなら何でもするハッカー集団。あんたを襲った団長のフリューゲルも含めて8人のメンバーで構成されてる。8人だって？カイトを倒しちゃうような奴らが8人もいるってこと？黄昏の騎士団を石像にしたのもシックザールの仕業よ。アカシャ版を悪用する CC 社、 CC 社の手先となって動くシックザール。ほんと汚い連中よ。でも、あいつらの思い通りにはさせない。させるものですか。トキオ、アカシャ版の中に入って。ああ。でも、中に入れって言われても、扉がないよ。いいから、もっと近づいて。近づいたって別に。ここは？
赤シャバンの中に転送したのよ。ほら、奥に進みなさい。不思議な場所だな。残波これは記憶の泉。この電子の貯水槽にはザワールドの今までの時間データが蓄積されてる。この中に入れば過去のザワールドに遡ることができる。ここからだと2009年のザワールドリビジョン1にタイムトラベルすることになるわね。2009年。タイムトラベル？アカシャ版の真の機能はザワールドの時間を管理することなの。騎士団たちを救うにはどうしても過去に行く必要がある。普通の PC じゃ記憶の泉を通過する際の負荷に耐えられないけれど、ゲームに入り込めたあんたなら時間の壁をも突き抜けることができる。時を飛び込んで。え？いやいや、ゲームならそういうのは簡単だけど、リアルの俺にしてみればこんな怪しい水に浸かるのは勇気がいるというか。今さら何言ってんのよ。さっさと行きなさい。うわ、中なのに痛みはあるんだな。これがリビジョン1の幕穴？今人がたくさんいるぞ。本当に過去に戻ったんだ。2020年にあるんだろ？データ先行艦グランホエールはアカシャ版の管理する時間データを移動することができるの。そもそも時間データには頑丈なロックがかけられてるんだけど、あんたがロックを突き破って解除したことでグランホエールも行き来できるようになったってわけ。ほら、ちょうど先行してきたところだわ。グランホエールはあんたにくっついて時間移動する秘密基地って考えればいいわ。ほら、さっさと中に入りなさい。秘密基地、なんかいい響きだ。
よし、グランオエールに戻ろう。これからが本番よ、トキオ。あんたが過去のザ・ワールドですべきこと、それはズバリクロノコアの探索。クロノコア？クロノコアはアカシャ版の制御データ。アカシャ版の頂上へたどり着くにはクロノコアが4つ必要なの。石像にされる前の黄昏の騎士団たちがクロノコアを持ってるはずよ。じゃあ早速クロノコアの場所を探ってみるわ。レーダー起動っと。やった、いきなりレーダーに反応あるよ。クロノコアの持ち主が見つかったわ。反応の場所はマクアヌのカオスゲート。さあ行くわよ。反応の場所はマクアヌのカオスゲート。さあ行くわよ。マクアヌのカオスゲートに行けばいいんだな。待ちなよ。君さ、あんなこと続けてたら居づらくなっちゃうよ。今度高位の騎士団に会ったらどうするわけ？そうなったらしばらくアクセスしなきゃいいだけさ。そんな、人それぞれ、人の数だけ遊び方があっていいんじゃない？つかさ、気分でも悪くなった？ミミル。ん？何？僕、あんた嫌い。なんですと？ちょっと待ちなさいよ！何よそれも！
アに反応したわ。今転送した子がクロノコアの持ち主。俺はどうすれば？残った方に話を聞きなさい。グズグズしないで早く。あのさ、今話してた子知り合い？ん？司のこと？まあそんなところ。君は？俺はその俺もそう。俺もそう。へえ、じゃあさ、私と一緒に司を追いかけない？今のままじゃ後味悪いから、追いかけてガツンと言ってやろうと思うんだ。行くよ。私はブランディッシュのミミルです。俺はトキオ、よろしく。それで司がどこに行ったかわかるの？うん、あいつ行動範囲狭いから多分ここにいると思う。マクアヌのカオスゲートからエリアに行こう。的な草原エリア、いかにも冒険するぞって感じだ。ワクワクしてきたぞ。じゃあエリアの奥まで行こっか。あ、さあ冒険開始だ。あのさ、ミミル、タウンで司と喧嘩してたみたいだったけど、どうかしたの？ああ、あれ？あいつさ、いつもザワールドにログインしてるんだけど、今まで一人で行動してて、誰とも仲良くなろうとしなかったんだよ。なのに最近、猫の PC とか変な形のモンスターとかと一緒にいるようになってさ、そんなの仕様にないっしょ？チートなんじゃないかって噂になって、それであいつ恋の騎士団に目をつけられちゃったんだ。恋の騎士団？知らないの？自警団みたいなものだよ。一般 PC の集まりなのにザワールドの治安維持を辞任してるの。人数も多いし、変に権力を持ってきてるんだ。それでさっき司に注意したんだよ。でもあいつにはヤバいって自覚が全然ないんだよな。よくわからないけど、なんか厄介そうな感じだな。クラッシュ！
Thank you.
どこだ？ああ、いた、あそこ。あ、待てよ。行っちゃった。急げば追いつくかも。タウンに戻ってカオスゲートで捕まえよう。どこか別のエリアに行っちゃったのかな。心当たりない？あ、そうだ、司のことを気にかけてる人たちが他にもいるんだ。あいつが行きそうなエリアに心当たりがないか今からその人たちに聞いてくる。何か分かったらメールで連絡するよ。じゃあね。あ、サイカちゃん。変だわ、司の反応が完全に消えてしまってる。私のレーダーでクロノコアを探知できないなんて。いえ、これはひょっとして妨害されてる。使用外の何かが司と一緒にいる。どういうこと？うるさいわね。今考えてんのよ。そんな怒鳴らなくても。まあいいわ。クロノコアの知り合いと接触できただけでも大収穫よ。ミミルだっけ？彼女の連絡を待ちましょう。よし、ひとまずグランホエールに戻るか。戻ってきたウパ。グランホエール内の施設整備が終わったウパよ。これからはいつでも利用できるウパ。自分で施設を回って確認してみるといいウパよ。グランホエールの施設か。ちょっと見てみよう。